あれ？どうしたの？まだ待ち合わせの時間まで30分もあるよ。私は、なんていうか、家にいてもなんか落ち着かなかったから。私は違うもん。楽しみっていうか、そんなに楽しみだったわけじゃないもん。まあほどほどって感じかな。うん。なんでもない。それよりも今日はどこに連れて行ってくれるの？あ、それいい。すっごく面白そう。君の選んだ場所に何も聞かされずに連れて行かれちゃうってことね。なんだかワクワクしちゃう。ねえ、私どんなところでも割と大丈夫だけど、エッチなところはダメよ。冗談よ。もうよし、君に乱されたペースに戻ってきたし、早速行きましょう。私が先に行ってもどうしようもないのか。え？あ、うん。ほんと時々ドキッとさせるんだから。なんでもない。行きましょう。なるほど、いい場所選ぶわね。うん、大好きよ。海からの風が気持ちいいし。でもここは私も予想済みだったな。ええ、公園でしょ、映画館でしょ、デパートでショッピングでしょ？あとゲームセンターに遊園地に。そうかな。だってさ、君がどこに連れて行ってくれるか楽しみだったから。さあどこから回ろうか。まずは水族館？それとも、え、そうなの？もちろん楽しみよ。うん？どうかした？ううん、平気よ。乗り物？え、もしかしてこれ？わーお、素敵な眺めね。風も気持ちいい。参っちゃったな。
まさか遊覧船に連れてきてくれるとはさすがに予想してなかったわ。感激しちゃった。本当に嬉しい。私のためにいろいろ考えてくれたんだね。もう参っちゃう。え、アイディア？それ！あー、見て見て、食べたよ！わあ、すごい！私の投げた餌を空中で食べちゃった。楽しかったね。確かにちょっと寒かったかな。でもずっとはしゃぎ回ってたからあまり感じなかったかも。はしゃぎすぎてちょっと疲れちゃった。ねえ、お茶でも飲もうよ。あそこにしよう。長居しちゃったね。君と話していると楽しいからあっという間に時間が経っちゃうのよね。もうこういうことを聞き返さないの。わかればよろしい。ねえ、今日はさ、まだ帰りたくないんだ。こら、聞き返さないでって言ったばかりなのに。もう、で、どうなの？もう、もう少し一緒にいたいの。君は？本当？よかった。それじゃあ少し砂浜を散歩しない？さすがに誰もいないわね。昼間の海も好きだけど、夕方に来る海もなかなかいいわね。見て、あの夕日。綺麗ね。え、素敵？何が？もう違うわよ。夕日よ、夕日。せっかく綺麗な景色なんだからちゃんと見ておかないともったいないわよ。でも もうまたそういうこと。最近際どいことを言い過ぎだぞ。ええ、聞いてるこっちが恥ずかしいことばっかり言うんだから。え？
そっか、そうだったんだ。そんなことない。私も前に言ったと思うけど、迷惑だなんて思ってもいないよ。ねえ、あの今日は楽しかったよね。あの寒くなってきたもんね。そろそろ帰ろうか。風邪ひいちゃったら、せっかくの楽しいことだらけの思い出が台無しでしょ。もう、そんな怒られたワンちゃんみたいな悲しい顔しないの。ほら、おいで。